どうも、下田花尾です。本日のテーマは、なんで大小の骨つぼ2つあるのというテーマでお話をさせていただきます。えー、こちらの話、ピンと来る方とピンと来ない方、多分二分化されると思います。はい。なので、どういうことかまずお話しさせていただきますけれども、えっ、ー、と、この投稿をしてくれた方で大小の骨つがあって、っていうその話で、あ、なるほどね、部分収骨のところね、っていうふうにまず思いました。 はい。えー、一つはこれぐらいの骨壺。もう一つはこれぐらいの骨壺みたいな。あの、これぐらいのやつをね、あのー、銅骨って言うんですよ。はい。で、えー、ちっちゃいの本骨っていう言い方をしたりするんですけれども、まあ、その二つがあるっていう。で、その二つに、えー、納骨するよ。えー、その二つでお骨上げするよっていう地域の話です。はい。えー、なので、その大きい骨壺でね、あの、全部収めるよっていう地域の方からすると、なんか、 まあ人によっては、え、何それ聞いたこともないんだけど、みたいな。はい。でも、別に、あの、その二つが普通のところはもう、あの、ずっとそれなんで、別にそれが普通なんですよね。ただ、え、これ、なんで二つあるんですかみたいな。えー、そういった質問でした。はい。で、まあ、この方ね、あの、結構昔の話で、その時、あの、ご自身が別に模種さんとか言うわけではなさそうだったんで、まあ、だからこそね、なおさらなんでなんだろうなって思うと思うんですけれども、えー、これね、 この話ね、他の方からもなんか来てたんですよね。まあちょっと身内がなくなって、で、葬儀屋さんに頼んで、で、そしたらなんかあの、葬儀屋さんが骨壺2つ持ってきて、はい、こちらでお願いしますってなんか言われて、え、なんで2つなんだろうと思ったけど、あんまり何も言えずにみたいな。まあこっちはちょっとね、僕、なんか不親切だなと思うんですけど、説明なかったっていうんでね。まああの、めちゃくちゃね、あの、わかりやすいというか、よくあるのは、まあ分骨なんですよ。はい。で、なんですけども、分骨、別にしない のになんかその二っていうパターンもあるんですよ。えそれは何なのっていうね。で大体ちっちゃい方にですね、これも地域によるんですけど、ちっちゃい方に。喉仏、あの首の骨のね、はい、上から二つ目、第二頸椎。だけを収めて。 であとの他の体をこのちょっと大きめのところに収めるっていうパターンのところと,、まあえー、と同じようにこのちょっと大きめのところに、まあ、あの全身ねなるべくまんべんなく収めてでこうちっちゃい方にもあの全身ちょっとずつ収めてでこうのど仏を収めるっていう、まあ、そういうパターンのところもあるんですよね。じゃあ こののつどう使いい分けんのみたいなで。人によってはなんかそのまんまお墓に結局両方一緒に収めるっていうところ普通にあるんですよえ。じゃあ分ける必要なくないみたいな、はい、えそういったところなんですけれどもこれはあの単純に本山納骨の話だと思いますね。はい、本山なんとかなんとか派とかの本山ね。 あるじゃないですか何とか算何とか地みたいな本山ありますよね。で、あのー、その本山にこのちっちゃい方のね、まあ、いわゆる本骨って言われる方の、まあえー、骨壺を収めるっていうそういうのあるんですよ。で、えー、それをする人は当然そのちょっと大きめのやつとちっちゃいやつとで分ける。 で、この大きめのやつは自分のところのお墓に収める。ちっちゃい方は本山の方に納骨するみたいな。えー、そういう風習というか、監修というか、っていうのが結構あったりするんですよね。で、そのために、えー、大代償あるっていうのも、あの、これ一つの理由になっています。とか、えー、でも、例えばその分骨する時もね、あの、本家はこのちっちゃい方の本骨の方で、分家は大きい方の洞骨とか、なんかそういう分け方する方もおられましたけれども、まあ、そんな感じでやってます。なので、 例えば別にね、あの、いや、うちその本山になんかあの、納骨するとか全然予定ないんですけどっていう人はそもそも大と小の骨ツボが別にいらないんですよ。はい。なんだけど、これね、確かにある。あのー、葬儀屋さんが、なんかあんまり説明もなく、とりあえず大きいのとちっちゃいのを、あこちらでお願いしますってポーンって持ってくるみたいなね。そのパターンあります。これ不親切ですけどね。はい。僕、葬儀屋さんやってた時は絶対聞いてましたけどね。はい。骨ツボどうされますかと。 えこうう小さいのとかちょっと大きめのんとかえなんかありますけどあとあの全周骨のね大きいのもありますけどあのー 何々家さんはどういう感じでいつもされてますみたいな。お墓ど、どんな感じですかとか言って。で、それで一緒に話して、じゃあこうしましょうって決めてたんで、まあ、そもそも、あの、遺族さんが、その骨壺に対して、なんかこう、違和感を感じたりとかいうのは、僕が働いてる時は別になかったですけど、はい。まあ、も言わずにね、なんかとりあえずいつもそうなんで、みたいな感じでやるところも、あの、あるのはわかります。僕も、あの、火葬場で働いてる時にですよ、あの、まあ、お骨上げ終わった後にね、あ、職員さんすいません、と。この 大きい方の骨壷と小さい方の骨壷ってどうしたらいいんですか？って、そのお骨上げ終わった後にですよ。あの遺族さんに聞かれたことあります。はいで、あのまあ、別に普通に答えますけど。でもそれって本当は葬儀屋さんがそれ説明しておくべきことなんですよね。はい。でも遺族さんなんかよく分かってなくて、あの逆にこっちに質問してきたみたいな。まあ、あら、あんま良くないなというふうに僕は思いますけどね。なのでそういった意味では？ あの別になんでしょうね骨壺がね2つとか1つとかってれそれ全部ね遺族さんであの判断できることなんですよ遺族さんがむしろ判断すべきことなので別にあの1つだとまずい2つじゃないとまずいとかあのそんなことはないですそれは本当に遺族さんの、えー、気持ち次第考え方次第で、えー、どうとでもなるようなことですからまあそもそもなんか2つ持ってこられて2つのねあの コツ上げしたけどこれ何なんすかっていう状態自体がなんか変な感じだと僕は思います。はいということで本日は「骨壺2つ」なんですけどあれどういう意味なんですかということでお話をさせていただきましたではまた仮想場のことでわからないことあれ何だだったんだろうなっていうことがありましたら「ゲタ鼻をホームページから是非ご利用ください。